会場の皆様そして配信をご覧の皆様大変長らくお待たせいたしましたそれではただいまよりピーチ・ジョン2021年新ブランドミューズ発表会を始めさせていただきますご存知の通りピーチ・ジョンは1988年その産声を上げました女性を下着から応援し続けてきたピーチ・ジョン これまでもその時々で最も輝きと魅力に満ちた女性をミューズとしてお迎えしピーチ・ジョンの魅力を伝えてまいりましたそして迎えた2021年ピーチ・ジョンはより多くの皆様に新たな商品新たなトレンドを届けていくべく美の象徴としてそして一人の女性として今 最も輝いている方をブランドミューズとしてお迎えすることになりました本日はピーチジョンの新たなるブランドミューズのご紹介とともに今年ピーチジョンが送る商品をご案内させていただきますどうぞ最後までお付き合いくださいそれでは早速ご紹介いたしましょう ピーチジョン、新ブランドミューズ、田中みな実さんです。改めまして、ご紹介させていただきます。ピーチジョン二千二十一ブランドミューズ。田中みな実さんです。よろしくお願いします。 さあ、それでは早速、まずは会場の皆様と、そして配信をご覧の皆様に。田中さん、ご挨拶をお願いいたします。ビーチジョンシーニュースに就任いたしました、田中みな実です。これからよろしくお願いします。 はい、いありがとうございます、えー。そしてご存知だと思いますがピーチ・ジョンはインスタグラムを通じてお客様とのコミュニケーションもとても大切にしておりましてその中で12月に新しいミューズを予想しようという投稿をすでにさせていただきまして実に多くの方が田中みな実さんと予想をされていたんです。 見事正解されましたねさあそんな今日はピーチジョンの、えー、インスタグラムでも特別ライブ配信を実は行っているんです会場内にカメラがあるはずなんですがああの正面のカメラですねありがとうございますではちょっと近くまで来ていただきましてせっかくなのでインスタライブをご覧の皆様に特別挨拶をお願いしたいと思います、はい ビーチジョンのインスタライブをご覧の皆さんこんにちは田中みなみですあの後ほど舞台上でより近くご覧いただけるようにカメラをセットしますので楽しみにしていてください、はい、引き続きインスタグラムでのぜひ配信もお楽しみいただきたいと思いますそして実は 中国のピーチジョンの皆様にも<ー>タオバオを通じて配信を行っているんですどちらでしょうかカメラありましたね<ー>では同じくはいお近くにぐっと寄ってきていただきまして中国からご覧いただいている皆様にも田中さん挨拶をお願いできますかはいニーハオ田中みなみです、えー、ピーチジョンのインスタライブ最後までご覧くださいはい中国語でご挨拶いただきましたね。<laughs> すみません、人間おしか分からなくて。大丈夫です。シェイシェありがとうございます。カブ <laughs> ちゃんですね。ありがとうございました。さあ、えー、中国の皆様にもご挨拶いただいたところで、実はインスタグラムのフォロワーの皆様には、まあ先ほども申し上げました通り、予想の投稿とともに、実はそのミューズに聞きたいことも教えてくださいという質問をあらかじめ募集させていただいております。えー、今日はですね、この後いろいろなお話をしていく中で、皆様からそのインスタを通じていただいたご質問にも答え ていただけるということで、はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ますさあそれでは今椅子が出てまいりましたので早速おかけいただきまして、はい、今、えー、お話があったようにですね、実は特別カメラということで今日はページジョンのインスタカメラをこのぐっと近くにあかなり近いですよ。はい、田中さんよかったらこちらのですねインスタ用のカメラにもぜひ、はい。 ありがとうございますそして中国て、ね、あよろしくお願いします近い見えてますかご覧いただきありがとうございますこういう時代になったんですね本当ですね、えー、<laughs> アクリル番越しですが <laughs> お楽しみくださいはいとってもでもクリアに今ねご覧いただいているかと思います、はい、こちらで同時にインスタグラムの配信も楽しんでいただけるということですので最後までお楽しみいただきたいと思います はいというわけで、えー、早速趣向を凝らしていろいろ今日はですねお話を伺っていきたいと思います、はい、さあ早速なんですが今年の新ブランドミューズに選ばれました率直なお気持ちはいかがでしたでしょうかもう率直に嬉しかったです でもなんか私に務まるんだろうかという不安もありつつせっかく選んでいただいたからにはあのこの大役をしっかりと全うしたいいと思っています、はい、あの実は昨年の7月にすでに雑誌の企画でピーチ・ジョンの人気ブラと田中さんのコラボが実現しているということです。うん はい、そうですね。うん、あのやらせていただきました。はい、本当に素敵なランジェリーばっかりなので、うん、あの女の子を可愛く見せてくれるようなものがたくさんあるなという印象でした。はい、あの、ちなみに以前からピーチ城の下着というのはつけられていましたか？はい、あの初めては学生の頃にあの高校の時でしたかね。 だんだんとみんなそういう下着というものに対して憧れとかあの欲しいなっていう気持ちがムクムクと湧いてくる時期でピーチ・ジョーンの当時カタログを。 教室に一個あったやつを、も、ま、う、あ、みんなで凄いボロボロになるまで見て、うん、これがいいねあれがいいねとかこれが似合いそうとかやってました。あ,あじゃあ,ある意味今の田中みな実さんの原点がまさにピーチジョンにあると言ってでも過言ではない、はい。そうですね。歴史を感じさせていただきました。はい、さあ、実は田中さんは1986年生まれなんですけれども、はい、ピーチジョンは1988年生まれ。はい もう本当に同世代そうですねちょっとだけお姉さんですね私が、はい、なのであのその歴史をですね一緒にまあ、田中さんの歴史とともにですねこの下着そしてバストメイクのトレンドの歩みを今日は振り返っていきたいと思います、はい、さあまずは1990年代からご紹介していきましょう さあ1990年代といえば初期はバブルのまあ崩壊があって女子の勢いも落ちるのかと言われていたんですがそんなことはなくワンレンボディコン OL なんていうものも流行ったんですよねそして後半以降も小ギャルが登場したりとさまざまな流行がございましたこの頃のバストメイクのトレンドで象徴的だったのが森、まあ、森の森ですね はい、えー、名前の通りボンと胸を見せるボムバストブラが強烈なインパクトを与えた時代でもあったんです田中さんどうですか90年代90年代は私は海外に住んでいて、うんうん、日本のそのボディコンとかワンレンとかっていうのは映像とか資料でしか見たことがないんですけれども、はい、まあなんかその経済は 低迷していたとしても、その女性たちのボディラインを見せるとか、うん、あの胸を盛るとか美意識っていうのは変わらなかったんだなとむしろ向上していたんだなということに、うん、女性の強さみたいなものを感じさせられましたちょうど田中さんの、まあ、90年代ですから幼少期からもちょうど中学生。うん くはい,はいさあそんな90年代を経てさあ今度はどうなるかといいますと続いて世紀が移りまして2000年代でございます2000年代前半は勢いのあった90年代の反動からか癒しや愛されがトレンドになってきまして下着もとことん甘く 可愛くをを追求ししたたフェミニンブラが人気を博していたんですそこから2000年代後半に入りますとインターネットが一気に普及しファッションの情報もそれぞれが選び取るようになり個性が発揮されるようになりました。 これに合わせましてブラレットのような新しい下着も登場してえ田中さんはちょうどこの頃は中学生から大学生の時代という感じですかね、うん、そうですね、うん、中学1年生の頃はまだそのスポブラ、うん、いわゆるスポブラみたいなものとちゃんとブラジャーをつけてること半々ぐらいで体育の時着替える時あの。 もうブラジャーしてる子大人だなっていうふうに思ったりしたのが印象的ですうん、うん、私は中学2年生ぐらいからかなあの母に私もブラジャーをつけたいなって恥ずかしいけど言った覚えがあります。あじゃあご自分からお母様にそそろそろつけたいといとう、うんはい アピールを。はい。されたんですね、はい。そうでしたね、懐かしいです。うんうん、その頃ちょうど中学生ということだった、うん、ということなんですが、まあ、そこから。田中さんも成長していくわけですよね。そうですね。<laughs> 何かこう、そう、成長した、こう、<laughs> 変化というか、ご自身の中で。ありましたか?。えっと、中学。そうですね。から、また、<ら>その20、二千、二千年代、後半、うん。 というか、まあ、後半というか、えー、とご自身の、うん、まあ大学生高校生大学生とこう進んでいかれるわけなんですけどそうですね、うん、大学はでも2000年代そうか2000年代ですね、うん、えっと高校生の頃は、うん、あんまり攻めたブラジャーは私はできなかったですね体育の時着替えるのが少し恥ずかしくて、うん、女子校だったからそんなにあの。 みんなそれほど何だろう攻めた下着を着てなかったんじゃないかなと思うんですけど大学生になってからはあのそれこそピーチ・ジョンのランジェリーを着けてる人がとても多くて私はテニスサークルだったんですが着替えてる時にあれブラジャー一緒じゃないみたいなことがあったりしたなと。 今思い出しましたなるほどありがとうございます、うん、さあそしていよいよ田中さんが社会人として大きく花開いた2010年代を迎えていくわけですこの頃世の中的にはインスタグラムやツイッターなどの SNS が一気に流行してきました 2000年代からはまた流れが変わっていろいろなものが見られるからこそ価値観の変化として抜け感やこなれ感がキーワードとして登場しています。 下着の面でも働く女性の味方ワークブラやバストにも抜け感を演出する PJ モデルスなどがヒットしていくわけですよねこの抜け感時代の2016年にこの後ご紹介いたしますミラクルブラの前身ともなるミララクルヌーディーブラが2016年誕生すするわけですさあ田中さん、いよいよこう社会人になっていくわけですよね。うん、はい 2009年に入社しているので、はい、まさにこの時期で、うん、1>, えと1年目、2年目、3年目新人の頃はとにかくバストを小さく見せたいと思って、うん、ピーチ・ジョンの,あのサラシーブランみたいなの当時あったんですけど、うん、それをたくさん持っていってあの潰そうというか、うん、あの見せたくないっていう気持ちがとってもありましたそれぐらいバストがコンプレックスだったんですよね。うんうん なんか最近で、ね、時代の流れで盛る時代もあったけれども、うん、田中さんの場合はその頃はもう隠す方に向けてたんですね。うんはい、そうです。うん、私は学生の頃、中学校ぐらいからちょっと、うん、あの気になるなと思い始めて、うん、なるべく小さく見えるものを選んでしていたような気がします。うんうん、フリーランスになってからあの体を見せるっていうお仕事をして、うん、ようやく。 脱皮できたのかなという気がしています。なるほど、まあ、それぞれやっぱ女性、個性もあって。悩みもいろいろ。そうなんです。はい、なんかサイズが大きければいいというものでもなくて。大きいと大きい人なりに悩みがあって。ちっちゃい人はちっちゃい人で、また大きいのに憧れてみたいな。それぞれだと思うけれども。本当に今思うのは。あの個性だから。その個性を存分に活かせるようなランジェリー選びができたらいいのかなと思っています。なるほど、まあ、そんな女性たちの気持ちにより 寄り添ってきたのがまさにこのピーチジョンブランドでもあるんですが今ご覧いただきましたように90年代そして2000年代2010年代と時代とともにバストメイクのトレンドも大きく変化していることを皆さんと一緒にご覧いただきました さてここ数年でも次々と新しいトレンドが生まれているんですえ、はい、2018年には楽だけれども美舟はメイクできるというノンワイヤーブラがいくつも登場したりしました。はい やっぱりノンワイヤーってとても楽なイメージありますよねそして2019年になりますとナイスバディブラそしてスマートブラといった着用するとバストだけでなくシルエット自体がスタイルアップしたり整えたりするブラも登場しました。 さあそして翌年まあ昨年の20年には女性の体の変化に応じてカップやアンダーのサイズが寄り添ってくれるいつでもジャストブラが登場してまいりました。この辺は記憶に新しいですね。ね私もいくつも持ってます。色違いで持っているものもあります。本当ですか。もう今、はい、あの早速写真をご覧いただきながら思い出していただいていましたが、まあ現在ピーチジョーンが誇るトップ人気アイテムともにこう成長を時代とともに してきたのはやっぱり多くの女性の共感を得ることができているからででではないでしょうかうん、そうかそすね、うん、もう時代の流れとともにこれだけなりたいバストのイメージとか、うん、ランジェリーの形が変わっているんだということにとても驚かされました、うん、当たり前のように可愛いいから手に取っていたランジェリーだったんですけどこんなに考えて。あの きちんとマーケティングした上でのものだったんだなっていうのを、うん、当たり前ですけどね感じましたはいありがとうございます、えー、ピッチジョンはこのようにバストメイクのトレンドを作ってまいりましてまあざっとこうトレンドを見ていただいたんですが何か印象に残ったプラとかありますかええーうん、そうですね、うん、私はナイスバディープラ、うん、で 出てきた時結構衝撃で、うん、あの下着でボディーラインの見せ方を変えることができる洋服の見せ方を変えることができるっていうのが新ししいいなぁと思いました、うん、あの胸が大きいから例えばあのブラジャーで潰すとかではなくその大きさを生かしたままでもスリムに見えるような設計のものもあるんだなという驚きがあったので私はナイスバディーブラ、うん とかスマートブラは出てきたもうやっぱ記憶に残る、うん、そんなブラもあるということでさあそんな田中さんをブランドミューズとして迎えました今年2021年ピーチ・ジョンが考えるバストメイクの新たなトレンドそれがこちらです。はい、2021年バストは丸の時代へ、うん はい丸み、うん、新しいですねそうですよねこの「2021年バストは丸みの時代へ」なんですが実はピーチ・ジョーンが昨年末に1万人以上を対象とした独自のなりたたいいバストトアンケートを行いましたこのアンケートではおよそ7割にも上る7,171名の方がふっくら丸みのあるバストを がなりたたたいいいバストだだとお答えいただいたんですね<ー>圧倒的ですよね。というわけでこの今グラフも出ていますが2位と3位と比べましてもどれだけ皆さんのなりたいバストがふっくら丸みのあるバストを憧れているかというのもご実感いただけるかと思います。というわけでピチ・ジョンでは新たなバストメイクのトレンドとしてこの「丸みバスト」というキーワードをもとトレンドに捉えていこうと 考えました、うんはい、田中さんこういったバストが求められているのはどう,ですか印象うーんす、うん、かその優しさみたいなものも感じますよね丸みって角がなくて丸くて朗らかで柔らかいっていう,うん、うん、そういう女性像みたいなものにもある種憧れがあるのかなというふうに 思います。うん、なんかサイズだけじゃなくて、そのそれぞれが持つ形を丸くしようねっていうとってもあのいい発想だなぁと思います。うん、これも丸みを田中さんのこの声で聞くとよけいなんかこうふんわりっていうこのイメージも伝わってくる。ありがとうございます。 さあ実はこのアンケートをもう一つ行っていましてピーチ・ジョンで独自に「この人のバストになりたい有名人は?」。 というアンケートも行いました。4,570人の方にお答えいただいたんですが、247名の有名人の名前が上がってまいりました。さあこの中で4,5770人中、実に1,351名の方が、全体の30%に当たるんですが、田中みな実さんとお答えいただいたんです。ありがとうございます。 恐縮です <laughs>。どうですか？この結果を聞,、はい、聞かれまして、いや、あの元々は本当にバストにコンプレックスがあって、うん、なるべく見せないように見せないようにとしてきたから、こんな風にね。同性に思ってもらえることがあるなんて。よ、嬉しいですね。感慨深い、うん、ね。全体の30%。 本当に多くの方がもう田中みな実さんに憧れているという結果がこのように数字でも現れたわけなんです。そこでピーチ・ジョンは田中みな実さんを新たなミューズとして、まあ、本日お迎えしましてこのバストメイクの新トレンドを一緒にぜひ作り上げていただきたいなと思っておりまして、うんはい、お力をお貸しいただいている次第でございます。<laughs> お願いしますここちらこそ、はい はい、そしてそうして実際作り上げたキービジュアルがございますので、一緒にご覧いただきましょう。こちらです。<laughs> さあ、こちらキービジュアルということで、今会場の皆様、そしてね。配信をご覧の皆様にもどーんとご覧いただいております。皆さん。<laughs> はい、どうですか？ご本人目の前にご覧いただいております。けれどもね。どうですかね？どうですか？<laughs> どうでしょうかあの、うん、ねミューズっていうイメージがあのピーチ・ジョンのミューズって歴代これまでたくさんの著名な方々がやられてきて、はい、あの私に表現できるピーチ・ジョンらしさミューズってどんなかなと考えて体作りをしてであの現場と連携を取りながら。 このようなビジュアルが生まれました。いかがでしょうか？いかがでしょうか？ね、皆さんあのインスタの方でね。どんどんね。はい、なんかね？色々見ていただいてる方もいると思います。けれども、うん、実はあのオープニングで動画も会場の皆様と一緒にご覧いただきました。はい、もう本当に自然体でありながら、もちろんこの元気。そしてこう。 ハッピーになれるようなイメージ通りのこう動画であり、うん、こう美しくお花がたくさん飾られていまして、はい、そうなんですこれ全部聖火で行、うん、ったらもう本当にお花畑みたいなベッドが用意されていて、うん、あのこの中で横たわっていたらお花の香りがふわって漂ってきて。 めちゃくちゃ寒かったんですけど <laughs> あの癒されて撮影に臨むことができました。うんね、VTR を見てるだけでも本当に香りまで漂ってきそうな、うん、そんなあのビジュアルを先ほどもご覧いただいて、はい、今日実はあの南さんのすぐお近くに美しいお花があるんですがこの時の撮影と同じあのお花屋さんにご協力いただいて、うんはい、イメージ通りのお花をまたご用意させていただきました。そうです ああやっぱりこうね美しいお花だったり可愛いものが近くにあると女性って、はい、気分が、はい、気分が高揚しますよね、んこんなにお花に囲まれることはないじゃないですか普通に生活して,て、うん、かて本当に贅沢な経験をさせていただいたななと思っています、うん、なんかイメージ的にはお風呂にいっぱいこうお花を浮かべて入ってそうなイメージなんです。かはい, <laughs> い なかなかそういうわけにもいかずいいか、はい <laughs> じゃあ。とてもその、あの貴重な夢のような撮影の、<laughs> はい、こうね、お花に囲まれた撮影をしていただ。うん、実はこのお仕事があのブランドミューズとしての。きれすべき初仕事の現場になったんですよね。うん、はい、そうでした、うん。何かありますか、エピソードとか、まあ先ほど少しお話をいただいたんですけれども。えー、とても寒かったという。寒かったです、ね。ですね、年末に撮影していて。うん そうあの寒かったしあと体づくりもあのミューズって聞くとやっぱりこうげっそりしてちゃいけないからただ痩せるだけでもダメだしなと私、今年で35歳なんですけど <laughs> あの、ね、年齢的にも多分今までのミューズの方と比べると比較的年齢は上なのであの少しでもみずみずしく見えるような。 体づくりを心がけましたみずみずしく見えるような体づくり、うんはい、具体的には何かこういうことしたとか聞かかせていただけますか、えっと、食事をなるべく水分が多いものを中心に摂取したりとか、うん、あと,、うん、と体づくりもそれほど筋肉をつけず丸みのあるバストとヒップをきちんと出せるといいなと 思って、あと質感にも今回はこだわっていて、<ー>めちゃくちゃ化粧水とかを全身に塗ってました。<ー>針の美容液とかも、あもう全身に。はい。なるほど。その完成形が今ご覧いただいているこの K ビジュアルということなんですね。<laughs> はい、とっても気に入っています。<laughs> ありがとうございます。さあ、実はこの K ビジュアル撮影時のオフショット。 なんかも実はピーチ・ジョンの公式インスタグラムで今後アップされるというふうに伺ったんですがたくさん撮ったからどれが使われるのかなと ね、全部使ってもらえるのかなとってもいっぱい撮ってもらいました、えーうん、こうしたの完成形もすごい素敵なんですけど、うん、オフショットならではの表情っていうのはやっぱりありますよね。はい、ありますね。はい、さあそういうわけで今後インスタグラムで公開されていくんですが今日はせっかくの新ミューズの,この発表会ということで、はい、特別にですね少しだけこの会場で披露させていただきたいと思いますそれででははご覧いただきまましょう、ま、ずはこちらです。 <laughs> メイク中ですね。ピースされてますね。はい、はい。これ本当にあの撮影の時のメイクをまさにされている。そうです。これは多分メイクチェンジ中なのかなと思います。次の写真を撮る前の様子ですね。リップ塗り直してもらって、カラーを巻いてます。 はい、カラー姿っていうのもなかなか見れそうで見れない <laughs> オフショットですよね。そうでですすね需要があるといいんですけど、ね、<laughs> ねあのこのピースサインもされてますがこの表情はどうですかこうカメラを意識したショとそれとも数に近い笑顔だったりすで女性のマネージャーさんがオフショットを撮ってくれていて、うん、あのカメラを向けられたらなんかピースとか <laughs>。 ウインクとかそういうのしちゃうさが見たいです、うん、なるほど <laughs> ありがとうございます、はい、じゃあまだまだございます続いてはこんなオフショットですあら <laughs> そうなんです <laughs> これ上から見たところですね、うん、先ほどご覧いただいたキービジュアルのベッドってこんな感じになってたんですよっていう,うあの俯瞰からの写真です なるほどなんかこう表情もより自然な表情がお見受けさせますね,そうですねあの。寒かったから、うん、多分ブランケットを誰かがかけてくれて、うん、でもこれ、ね、お花に囲まれながら寝るってなんか本当白雪姫みたいな。 なんかプリンセスになったみたいな気分でした。んなるほど。でもこれあのプリンセス奥まあ、ほぼ屋外の撮影、はい、そうなんです。でええー、ガーデンハウスというか、もう本当に完全に外気にさらされていたから、うん、<laughs> あの風がなかっただけ。まだ良かったんですが、ね、みんなであったかくしようと工夫してくれて。うん あのまあまああの快適にお天気も良かったので心地よく撮影することができました、うん、やっぱね女優さんとなりますとどんなシーンでもこう寒さを顔に出しちゃいけないみたいなきっとそうなんだろうと思うんですが、うん、まだ寒い真冬の撮影って1回しか経験がなくあ2回ぐらいかなえっ、ー、と口が回らなくなるんですよねだからお芝居だと大変だけど写真だとあの 寒さを感じさせない写真を撮ってくださったフォトグラファーの方に感謝したいです。いやいや、まさにその演者側がもう寒さを感じさせない。<laughs> そんな柔らかいまさにね。丸みのあるお写真を完成させてくださいました。さあ、もう一枚あるということで、続いての写真こちらです。はい、これはもう全部撮影が終わって。 お花をいただいた時の写真です。じゃあもう終了のお疲れ様でしたの瞬間だったりするんですかね。はい、そうですね。えー、もう疲れていて目も開きません。<laughs> <laughs> 今の笑うところであすよね。誰もねえ <laughs> にリアクションがなる、はい。<laughs> マスクの下で皆さん笑ってください。そうですね。すピィッジ上の皆さん笑っていただいてもいいんですけどね。<laughs> そうですね。あり,すありがとうございます。はい。ね、やっぱりこう終わった瞬間っていうのはもう寒さもあったでしょうし、はい、それまでのこうプレッシャーみたいなものから解放される瞬間だったりしますか。そうなんです。うん、終わってからちょっと涙が出そうになって、うん、それまでそんなに緊張していたという自覚はなかったんですけど、終わって本当にほっとして。 ちょっと込み上げてくるものがありましたへえ キービジュアルの撮影でそこまで多分思い入れもちゃんと込めていただいていやそこからのフィニッシュ、はいね、プレッシャーが結構ありました、うん、ピーチ・ジョンのミューズというのはうん、まあ、そんなあのオフショットとそして完成形のかっこいいこのビジュアル、はい、どちらも皆様にはこれから楽しんでいただけるということで、うん、あのまだまだオフショットを見ていたいんですけれども、えー、この続きはぜひ今後あのピーチ・ジョンの公式インスタグラムの方で いろんな取りためたオフショットが出てくるかもということで、はい、ぜひフォローお願いします、はいはい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。 さあというわけでなりたいバストアンケートでも圧倒的に1位になられました新ミューズの田中みなさんインスタの投稿に寄せられましたミューズ予想の質問の中にも下着やボディーラインへのお手入れに関するものをやっぱり女性の方気になるということで多くいただいておりますので、えー、ぜひそんなたくさんの方が憧れる田中さんの丸みバストのメイク術をここから伺っていきたいと思います。はい さあ先ほどあの撮影に向けてもかなりいろいろ工夫をしてあのボディを作り込んでくださったということなんですがもう本当に多くの女性が憧れるその美しいバストをどうやったらなんかこう手に入れられるかお手入れなどは何か特別されていることとかありますか <laughs> あはい、うんあのま、ビューティーシーなどでおっぱいまでが香って。 言っていたりするんですけど、あのスキンケアをする時にもうつながりで首とかデコルテとかで、私はもうバストまで一連でケアをしてしまっています。うん、その方があのやっぱりもう人間って一枚皮だから、あの隅々まで保湿して張りを出すっていう考えのもと、うん、あのバストまでいたわっています。 なるほどもうすべてがこれもう習慣になっちゃえば本当に楽なのでお顔でやってることをそのまま延長でちょっとお顔が長くなったみたいな気持ちでやっていただければなと思います。うんはい、さあまだまだいろんな質問をいただいておりますがインスタグラムに寄せられた質問からメリハリボディの秘訣は何でしょうか <laughs> ということです。 いや別に大してあれなんですけど私本当にあの身長も1 5 3センチですしあのそんなに誇れるような体ではないんですがえとそうだなトレーニングを習慣にしてからは体ボディラインがすごく変わったなというふうに自分でも実感しています。 っていう肩甲骨をほぐしたりとか体幹を鍛えるトレーニングであんまり外側の筋肉をつけずインナーマッスルに働きかけるものあとは最近ちょこちょこキックボクシングもやったりしていますヒップを上げるために。うん、なるほど、まあ、特にバストをこうトレーニングするために何か特別にされてることとかありますか、うんうん、バストは、うん あの特にバストのためにというわけではないんですがあの肩甲骨って皆さん結構ねカメラマンさんもあの前にどうしても行くお仕事だと思うのであの体が前のめりになってパソコン作業もそうですし携帯もそうだしカメラもそうだしあのそういう方は特にこう肩甲骨をこう動かすっていうのを。 隙間でやってもらうとあの顔色も良くなるし血行が良くなるので,で褐色脂肪細胞っていうのが肩甲骨の間にあるから代謝も良くなってあの脂肪も燃焼しやすいと思いますさすすがです <laughs> ありがとうございますさあ続いての質問ですが下着を選ぶ際うーんと私はボディーラインが美しく見えるものでバストのトップの位置が高くて。 丸みがあって、あの洋服を着た時に洋服が綺麗に見えるようなランジェリー選びを心がけています。うん、そうすると本当に体が若々しく見えて、うん、ランジェリー一つでこんなにも違うんだっていう驚きや発見があったから、皆さんもあの。例えばもうブラジャーつけるの？締め付けてて苦しいからしてないっていう人も。 ピーチジョンのものはノンワイヤーとかグミワイヤーとかいろんなワイヤーも工夫しているものがあるのであのお手に取ってみてみください、はい、あの今おっしゃっていただいたように綺麗には見せたいけどあまりにも窮屈な感じだと。 いやですもんね。そうですね。うこう無理やり押し込むとか締め付けてるっていう印象を持たれてる方が今だにとっても多いと思うんですが、ブラジャーもどんどん時代とともに変化進化しているので、あの今また再度ブラジャーを選び直すのもいいかなと思います、うん。なるほど。そしてそのつけた後のシルエットなんですが、こだわりありますか？はい、うん、つけた時は、うん、あの全方向から見て美しい。 ランジェリーが理想的だなと思っています。うん、自分で見てると前だけだけれども、人が見ると横からとか斜めからとか後ろからとか、いろんな見られ方をするので、うん、あの360度どこから見ても美しいボディーライン、うん、美しいバストを目指しています。はい、そんな憧れの田中さんのような丸みバストをメイクするまあ、応援ブラとして、今回広告撮影で田中さんに着用していただいたのがピーチジョンの新商品ミラ。 ミラクルブラなんですよね、はい、はい。せっかくですのでここでちょっとミラクルブラについてもご紹介をさせていただきたいと思いますえこのミラクルブラは2016年10月に発売してからシリーズ累計139万枚を突破しており伸縮性とそして総レースで 機能性とソレースで華奢な見た目を兼ね備えてま人気をいただいておりましたミラクルヌーディーブラの進化版として誕生いたしましたさあこのミラクルブラのポイントは大きく3つございますまず1つ目は何といっても丸みバストメイク力 サイズ別のカップ設計と程よい高さと、まあ、絶妙な丸みのあるシルエットを作るモールドバットを内蔵しているんです人気の機能性に加えまして圧倒的なバストメイク力を実現いたしました。はいはい そし,2はい、そして、二つ目、よろしいでしょうか。二、はい、つ目はミラクルヌーディーブラに引き続いて、自慢のグミワイヤーを採用しています。え、ぐにゃぐにゃ曲がる、この樹脂製の樹脂ワイヤーが。一人一人のりのバストにフィットして、かつ痛くなりにくいんです。さっきね、田中さんもそのようにご説明いただきました。 そして3つ目です。お手入れの気軽さ、他の服に引っかからない。ミラクルホックやタフなミラクルレースなどでネットを使わないで、そのまま洗濯機丸洗いがオッケーとなっているんですよね。うん、この性能、忙しい女子には嬉しいですよね。田中さん、うん、そうですね。うん、あの私も今着用しているんですが、はい、あのなんか締め付けが本当になくて。うん で自然に一人一人の胸に合った丸みを実現してくれるという印象です、うん、しかもデザインもとっても可愛くてあのあのサイズが大きくなってもきゃしゃ感がちゃんと残っているっていうところが3つ目のポイントこのお手入れも手軽っていうのは、うん、忙しい女子には本当に嬉しいですよね。私も 手洗いする時間が ないぐらいいいら忙しははあるので、うん、そういう時は助かります、ね、ネットが不要っていうのも下着ではとても珍しいことですよねこんな特徴があるミラクルプラなんですがあの今日実は1月20日新発売ということですでに店頭ではオープン時間からそして通販サイトでは11時から販売開始となっておりますので皆様ぜひチェックしていただきたいと思います。 はいさてこの2021年ピーチ・ジョンが提唱する丸みバストメイク、えー、日本中の女性に届けるために、まあ、今日田中みな実さんを新ミューズとしてお迎えしましてミラクルブラを新商品としてご用意したわけなんですが次のバストトレンドは丸みというふうに皆様に覚えていただくためにみな実さんには今日ちょっとしたチャレンジを していいいたただきたいと思います題してまチャレンンジリアクショあありがとうございます <laughs> <laughs> さあ現在番組の MC や女優としても大活躍中の田中みな実さんそんなみな実さんには「まるみ」と「ミラクルブラ」の魅力が凝縮された紹介文を本日制限時間内に噛むことなくお読みいただく「まるみチャレンジ」をしていただきたいと思います。 さあ制限時間なんですが今日田中みなみさんの「みなみにちなみまして時間は37秒を目標に文字数は「みな百373文字ご用意させていただきましたさあチャレンジの結果なんですが場内の拍手で判定をさせていただきたいと思います。はい ね、皆さんカメラをお持ちだったりするんですが、ぜひあのい大きな拍手をいただければと思います。<laughs> お願いします。はい、南さん、文章をじゃあ、最初にご覧いただきましょうか。はい、はい、こちらも読んでいただきます。じゃんどうでしょうか？ ね、373文字って結構多いんですよね。うん、でアナウンサーとか元アナウンサーだと「早口言葉してください」とかってよく言われるんですけど、うん、早口言葉実際に曲アナ時代も含め求められたことがないなくないですから早口言葉がができるると思われれているかもしれませんが、うんうんうん 得意というわけではないということをご理解いただいた上で温かい目で見守っていただければと思います。はい というフレーズのもと37秒に近づけるように読んでいただきたいと思います私こちらにストップウォッチをご用意させていただきましたので測、はい、らせていただきたいと思いますさあ皆さん見事チャレンジに成功した際はぜひとも大きな拍手をお願いしたいと思います配信の向こう側にいらっしゃるねご覧の皆様もこちらまで音声は届かないんですがその気持ちでぜひ大きな拍手を送っていただきたいと思います それでは新たなバストトレンドを牽引するピーチ・ジョンの新ミューズということでぜひとも成功いただきまして日本中に丸みとミラクルブラを届けてくださいそれではご準備はよろしししいいでしょうか、はい、お願いしますそれでは参りましょうピーチ・ジョン新ブランドミューズ田中みなみさんによる丸みチャレンジ3・2・1スタート 改めましてこんにちはピーーチジョンシーミューズ田中美奈ですここまでバストメイクの新トレンド丸みについてご紹介しましたが改めて丸みバストを実現するミラクルブラを PR します一番の魅力はやっぱり丸みバストメイク機能なんですつけるだけでみんなの胸にふっくら丸みができる本当にミラクルなブラなんですつけるだけで丸みってそんなわけないじゃないなんて思っていたんですがつけてびっくり驚きのふっくら丸みバストができるわけですよピーチジョン自慢のゴミワイヤーで快適楽ちんさらに忙しい女子にもありがたいほつれにくくて引っかかりにくい設計で洗濯は洗濯機にそのままぽい簡単楽ちんお手入れ何より丸みバスト丸みバストが手に入るミラクルブラ皆さんも手に取ってレッツマ <laughs> 大きな拍手をいただきます <laughs> 思わず立ち上がりましたねはい素晴らしい <laughs> お疲れ様でした <laughs> 緊張した <laughs> 今タイムはちょうど31秒ということで <laughs>、はい、ありがとうございますまみ、ね、大成功な拍手を いただきましたありがとうございましたいかがでしたかいやめちゃくちゃ練習したんですお風呂で原稿がシワシワになるまで練習したんですなのに最後ちょっと言いどんじゃってごめんなさいそんなことないですよね素晴らしい別と素晴らしい でん読みでございます。後でもう一回撮り直して、夕方のニュースとかに流れるやつは完璧なやつを流したいです。<laughs> もう一回やりますか。いや、大丈夫です。大丈夫。じゃあ、うまくその辺はね。はい、<の>お願いします。させていただいて、放送していただければと思いますが。はい、ね。これなかなかライブで、この挑戦って。機会なかったんじゃないですか。ないですね。しかも丸みっていうワードをこんなに。発したことが。 なかったなというぐらい本当にこの一週間ずっと丸み,丸み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 って丸みに押しつぶされそうでした。<laughs> その回あってはい、はい、練習していただいてよかったです。はい見事このチャレンジ成功ということでとまこれで丸みバストのトレンドとまあ、ミラクルブランのヒットもう約束されました。はい。 田中みな実さん、どうもありがとうございました。以上、田中みな実さんの、丸みチャレンジでございました。<laughs> 会場の皆様も、配信先の皆様もありがとうございました。あ <laughs> さあ、というわけで、本当に楽しい時間は。うま。 ですね、そろそろあのエンディングの時間が刻一刻と近づいてまいりましたが改めましてピーチ・ PG、ジョンは元気、ハッピー、セクシーのブランドメッセージのもとに下着をはじめとした商材を通してどんな時も女性の毎日に寄り添うという理念を掲げております。 まあ塞ぎ込んでしまいがちな今だからこそ改めてピーチ・ジョンにできることを新ミューズの田中さんとともにお届けしていきたいと思っております。さあそこでピーチ・ジョンのブランドメッセージでもある「元気」「ハッピー」「セクシー」の3つのキーワードにちなんで田中さんが描く理想の女性層を教えていただけますかえそうですね元気ハッピーーセクシーどれも 欲しい要素の要素だなと思うんですけれども、あの全てに通ずることは健康だと思っています。あの健康あっての美しさ。元気？ハッピーセクシーっていうものも。 出てくると思うので、とにかくあの自分の体を自分でいたわること、あの健康であることが大切なのかなと思っています。それはもう心も体も健康に、そして結果的に元気でハッピーでセクシーな女性であれたらいいなと心から思います。はい、今日は本当にいろいろあの歴史を一緒に振り返っていただきながら、はい、そして丸、えーま、みチャレンジにも。はい チャレンジしていただきましたいかがでしたかあっという間の時間だったと思うんですがいやもう丸みチャレンジができて本当に良かったです <laughs> これでねもっと曲アナでできなかったらね大変じゃないですか各局で取り上げていただくアナウンサーさんにも示しがつかないので良かったと 今ほっととしておりりまますす <laughs> ありがとうございますそれでは <laughs> あの本当に最後のメッセージになるので改めて一度お立ちいただいて、はいはい、よろしいでしょうか全身を、えー、近くでご覧いただきながらさあそれでは残念ながらピーチ・ジョンの2021年新ブランドミュージー発表会お別れの時間と なりましたえー、最後になりますが新ミューズとして、えー、ご来場の皆様そして YouTube や SNS で配信をご覧の皆様に一言メッセージをお願いいたします改めましてピーチ・ジョーンの新ミューズに就任いたしました。 これからピーチジョーンのランジェリーの素晴らしさをいっそ皆さんに伝えていけたらいいなと思っていますビジュアルもあの今年やらせていただきますのでそちらの方もぜひぜひ楽しみにしていてください今日はどうもありがとうございました拍手でお送りください、うん、ありがとうございました,美美したありがとうございました ありがとうございました田中みなみさんでした <laughs> さあインスタに投げキスもいただいたところで以上をもちましてピーチジョン2021年新ブランドミューズ発表会終了とさせていただきますえこの後準備が整い次第フォトセッションへと移らせていただきますえその際スタッフがご案内させていただきますので会場のメディアの皆様はご準備をしていただきながらそのままお待ちください そして配信をご覧の皆様以上でお別れとなります最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました

センターの方にお願いしますじゃあ向かって右側お願いしますはい、ありがとうございますはい、ありがとうございます